ジュジュ選手が乗る最速マシン、ダラーライフ320はどんなマシン？ジュジュ選手は今年からダラーライフ320に乗っています。ダラーラはイタリアにあるレース用シャシーの量販コンストラクターで、1972年設立の老舗の会社です。現在ではハース F1 チームのシャシーをはじめ、FIA、F2、FIA、F3、インディーカー、SF、SFL など、いわゆるフォーミュラーリージョナル F3 規格以上のシャシーを作っていて、ほぼ独占状況です。一方、ジュジュ選手が昨年まで乗っていたタトゥース T318 は同じくフォーミュラーリージョナル F3 規格ですが、タトゥース社は F4 など FR 規格以下の小型シャシーを作っている会社です。現在フォーミュラーリージョナル F3 規格のレースを行っているところで、フレックやフォーミュラーリージョナルアジア、なくなってしまった W シリーズなどではタトゥースのシャシーを使っていますが、これはおそらく価格によるものと思われます。フォーミュラーリージョナルの車両価格はコストキャップ制度により FIA が定めた価格に統一化されています。2020年シーズンではシャシーが 78,463 ユーロ、エンジン 25,500 ユーロで、1台あたりの合計価格が 103,963 ユーロ、日本円で約1500万円と定められています。ダラーラ F320 の価格はおよそ3500万円程度とされていますので、フォーミュラーリージョナル F3 規格のコストキャップに入らないと思われます。そのこともあり、現在ダラーラ F320 を使用しているのはユーロフォーミュラーオープンや SFL など昔ながらの F3 レースを行っていて、ダラーラのシャシーを使っていたシリーズのみが残っているのかと思われます。今後の新しいフォーミュラーリージョナル F3 規格のレースはタトゥースのシャシーが使われることになるでしょう。両方の車種での違いは価格以外に車重です。ジュジュ選手は 200kg 軽くなったと言っていますが、私が調べたところ、ドレクスラーカップの規定でもタトゥース T318 が 650kg 程度、ダラーラ F320 が 590kg 程度なので 60kg 程度の差になります。もう一つの違いはダウンフォースの違いです。ダウンフォースは FIA、F3 で使用されているダラーラ F3 2019より大きいとさえ言われています。このフォーミュラーリージョナル F3 クラスでは、最強のマシンと安心の野田レーシングメカニックと一緒に参加できるジノックストロフィーで、ジュジュ選手は本来のパフォーマンスが出せるのではないかと思います。今シーズンのジュジュ選手の活躍が楽しみです。ご視聴ありがとうございました。